頭線って結構慢性的になる人が多いわけでね、はい、うん、慢性的なのって言うと、はい、それは自分の免疫があったら弱いからでしょっていう話になってくる。要はバイキンをやっつけれないから、はい、要は洞窟の奥底までさ来たやつをさ、うん、やっつけれないからさ、はい、もう何回も何回も今度再発すると要は小さくなりきらない、うん、子供の頃は大きいって言うけど、はい、それがさ大人になったら免疫が高まってくると、はい、もうあんまりね洞窟来てももう慣れちゃうから、はい、もうどんどんやっつけてってやるので、はい、それで免疫それで扁桃炎がもう別にそこまでもう自分の免疫力が強いからさ大きくならなくていいやということでなんか小さくなって扁桃腺自体が小さくなってくるんですよね。っていうのは普通と言われてる、はい、うん、この間実は喉が痛くなって病院に行ったら、うん、今お話していただいたように、うん、慢性扁桃炎、うんっていうふうに言われて、うん、でどうしても気になるんだったら手術して扁桃腺自体を取ることもできるよって言われたんですけど、うん、まあ、中野先生ご自身はどう思いますか？うん、そうだね、だから扁桃腺炎とかなってくると、はい、要は細菌感染でなってて、うん、自分の免疫が弱いっていうことだから、はい、そうするとやっぱり病院に行った時に病院の先生からもらうのはやっぱりまず抗生物質がファーストチョイスになってるよね、はい、抗生物質として菌を叩いていくとそれとともに免疫を増強してたり、はい、また初期に入ってくるバイ菌をやっつけるために、うがいをしていく、はい、私も処方されました、うん、そういったのが基本になってくるよね、はい、そしてあと、そしてそれはそれ言ったので対応しとけばいいんだけど、はい、結局扁桃腺っていうのは、さっき言ったように自分の免疫が弱ってんじゃんと、うん、だから自分の免疫を高めていきましょうということをすれば別に手術なんていらないんじゃないのっていう気はするけど、はい、それはその人の人症状によるから僕は薬剤師なんでなんともこれをちょっと言えないけど自分だったら嫌だなとやっぱり思うよね。だからなんていうかちょっと悪い時でもやっぱり初期対応、例えば抗生物質なんかはもう病院行ってもらわないといけないから、うんうん、実を言うと扁桃腺に効くさ漢方とかも実を言うとあるんだよ。あ、そうなんですね。そう、はい、うん、よく出される漢方として扁桃腺の漢方として、はい、おすすめなのが経外蓮行湯とか経外蓮行湯、うん、はい、肺の三九湯と肺の三九湯、うん、あと工夫解毒湯とか工夫解毒湯、うん、こういったのがなかなかいいんじゃないかなと思うから、はい、それプラス普通に免疫を高めるようなこと、はい、いろんなねコラニジンとかいろいろ漢方あるんで、はい、そういったものでとって常にやっとけばいいんじゃないかなと思ってます。今の3つの漢方薬は市販されてないですよね、うん、いや市販されてる。あ、そうなんですね。ただ市販されてるけどそこのさ、はい、漢方薬局の先生とかね、はい、ドラッグストアの先生でもいいんだけど、はい、そんな人がだからきちんと分かるかどうかは話は別。おお。動画の内容を必要な人にぜひ教えてあげてください。お問い合わせはこちらまで。